うず太郎でーす。うず太郎。うず太郎。うず太郎はね、こうやってやると、苦渋、こう、伏せするんだよ。こうやって。ね、こうやって、こんな感じで、どうぞ掴んでください、みたいな。うずたん。苦渋。うずたん。うずたんは、こっちの右側にうずみがいて、左側は普通にうずらが、若いうずらがいるんだけど、うずみが好きみたい。はい、うずた、くじゅ。くじゅ。あれ腰が嫌なの腰が嫌なのうずた、なんでお前ここハゲてんの？はい。ちょっと今連れてこないだろうと思って、ちょっともうちょっと経ったら、くじゅしてくれるかな。うず太郎くんが。で、私はちょっと今日ね、とぐったり疲れてたんだけど、うずらがなんかね、卵をね、産むときの、ぺぺ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 ぺって言って、はって、その瞬間をカメラに撮ろうと思ったら、もう産んだ後でした。なかなかね、あ、産んだとかって思って。こう、こちら、太郎がいるからね、ちょっと出せないな。どっちかだよね。あ、太郎。ちょっと太郎戻ろう。太郎、オスなんで。オスはね、ちょっと、ほい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 。卵ね。卵が。あります。この中に、あったかい！あ、やっぱり産んだばっかりだったんだ。教えてくれたんだ。やーぴょ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 。お、偉いね。卵産んだね。偉いね。偉いね。今さ、3羽卵産んで。今これ、産みたてはあったかいです。いい卵をね、産めますね。ぴゅー。教えてくれたのか。かわいいな。ものすごいね、うずらはね、かわいいです。ここの、わかったわかったわかった。101に住んでいるこの子たちはね、カタクリンと、うずも。優しい子なんだよ。カタクリンとうずも。カタクリン、どっちが産んだんだろう。カタクリンとウズモ、どっちが産んだんですか。あ、でもお尻を触るとちょっとわかるかもしれない。あの、卵が入ってる時はお尻のところがちょっと硬い、殻があるような感じで、卵を産んだ子は、あ、くじゅう、うんこしたね、まあ。卵を産んだ子は、あ、両方とも産んでる。ここが、ペコってる。あ、この子産んでない。ここ、ちょっと片手だからちょっとあれなんだ。お腹のここのところが、ちょっとね、硬いか。そうじゃないか。どっちがカタクリンか私には見分けがつきません。見たらわかります。うずみさん。うずみさん。